はいどうも、GO!NO!GO!GO!TV です。今回はこちら、仮面ライダーエグゼイドのライダーガシャットを1年間でどれぐらい集めれたのかを数えていきたいと思います。まあ実際には1年間ではなくて11ヶ月なんですけど、まあおおよそ1年間でどれぐらい集めれたかっていうのをちょっと数えてみたいと思います。で、あとまあこの動画に関してなんですけど、まあこの動画ははっきり言ってもうパクリです。もう自分でパクリ動画って認めておりますんで、まあそういった感じのパクリだっていうコメントはちょっと控えていただきたいと思います。で、まあなんでこの動画を撮る経緯に至ったかって話をしますと、僕あんまり動画内で他の YouTuber の方のことはあんまり言わないんですけど、まあGANG系レビューの動画を見ている方なら、まあほぼほぼ見たことがあるような、まあ超大物GANGレビューアーの方が、まあちょっと名前は伏せさせていただきますけど、まあ大体皆さん予想はつくと思うんですけど、まあその方が仮面ライダーが最終回を迎えるたびに、まあその1年間で、まあ何個変身アイテムをあるか数えてみたみたいな動画を出すんですけど、まあ、今回のこのライダーガシャットの動画も出してみえたんですけど、まあ、その時の動画の最後で、まあ、動画投稿している方も、ま、ぜひ、ま、こういった感じで数えてみた動画を投稿してみてはどうでしょうかみたいなことを言ってましたんで、まあ、本人からの口から、ま、そういうことを言ってみえたんで、じゃあ、便乗させてもらおうかなと思って、まあ、今回は便乗させていただいている感じになっておりますんで、まあ、そういった経緯なんで、まあ、パクリ動画なのは、ま、間違いないんで、まあ、本人もパクリと認めさせていただいて撮影している感じになっております。まあそういった感じの経緯で、まあ、今回数えることになりましたんでよろしくお願いいたします。では、まずとりあえずデラックス系と食玩とガシャポンというような感じでちょっと分けていきたいなと思いますんで、まずはデラックス系から数えていきたいと思います。はい、ではまずはデラックス版から見ていきたいと思います。まず確か最初の頃に発売されたものはこのガシャットケースの中に全部入っておりますので、まずこちらから見ていきたいと思います。さあドンドンということで、もうこの中にすでにいっぱい入っておりますね。では数えていきましょう。プロト激突ロボットですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 と、まあ、11本のライダーガシャットを収納することができるんで、この中には11個入っております。で、こっからがまあ多分箱にしまってあるやつですね。箱にしまってです。11数はそういう忘れないようにしないといけないですね11で、こっからとりあえずちょっと一回レジェンドライダー系をいきましょうか。こちら12,13,14,15,16,17 なんかむちゃくちゃに入っとんな。18,19,20,21,22,23,24,25。あと一つありますね。26。とりあえず一回こちらしまうんで切り替えさせていただきたいと思います。はい、では机の上片付け終わったんで、とりあえず次は27からですね、いきたいと思います。では見ましょう。27,28。そうなんですよ、なぜかときめきクライシスだけ2つあるんですよ。で、29,30,31,32,33,34。あとは多分裸のものがありますね。うん、ガシャットギアデュアルとガシャットギアデュアルベータと、あとデンジャラスゾンビですね。デンジャラスゾンビで、あとは仮面ライダークロニクルガシャットですね。ですので、これで35,36,37,38で、あとはこれですね、これですね。あとは平成10大レジェンドライダーガシャットセットで、この中で10個ありますんで48個
ありますね。デラックス版は48個という結果になりました。では次は食玩版いきたいと思います。はい、では食玩版を数えていきたいと思います。ただ食玩版は全6段までで出て、で全4種類ってことなんで、まあかける4ですね。で24個あると思うんで、まあ一応確認のために数えてみたいと思うんですけど、多分24個だと思います。食玩版は最初にワンボックス買いした以降はほぼ全部そのラインナップのものすべて買ってきて、まあ余分に買ってきてないんで、まあ、おそらく24個だと思います。で、ワンボックス買いしたやつも確か売っちゃってますんで、また売ったものは後で計算入れたいと思うんですけど、とりあえず今所有してる分だけ計算していきたいと思います。では、数えていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。で、このケースの中に8個ずつあって、ケースが2つありますんで、一応数えていきましょうか。9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24ということで食玩版は24個ありました。では最後はガシャポン版見ていきたいと思います。結構ガシャポン版が厄介だと思いますけど、やっていきたいと思います。はい、というわけで次はガシャポン版数えていきましょう。このケースの中に今先ほどと一緒で1個のケースに8個入っておりまして、3つありますんで24個で、全12段まで出てるん で全12段で、各段2種類ずつ、まあレアは含まずにの2種類ずつなんで、まあこれで一応、ガシャポン版で出てるものは全て揃っているんで、まあおそらく24本あると思いますんで、一回ちょっと数えてみたいと思います。ではまずこちらから 1、2、3、4、5、6、7、8 で真ん中9、10、11、12、13、14、15、16で、17、18、19、20、21、22、23、24と。これで24個あります。で、あと、未開封のものがありますんで、未開封のものを数えていきたいと思います。では、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16という感じになっていますね。16個と24個で40個という結果になりました。はい、というわけで集計が出ましたんで発表していきたいと思います。今現在、僕が所有しているライダーガシャットはデラックス版と食玩版とガシャポン版足して全部で112個所有しております。デラックス版が48、食玩版が24、ガシャポン版が40というような感じになっております。で、まあ、売ってきた動画で売ってきたものもありますんで、ちょっとそちらも一回足したらどんな感じになるのかもやってみたいと思います。はい、ということで自分の動画を見返して計算してまいりました。確か売ってきた動画の第1弾の方で、ガシャポン版9個と食玩版4つ、まあこれはワンボックス買いしたものですね。で計13個で、第2弾の方で、ガシャポン版9個ということで足して22個という、計算ができました。なんで、まあ、所有しているものが、112個に対して購入したものが134個ということになりました。なんで、所有が112個、購入が134という結果が出ました。はい、いかがだったでしょうか。とりあえず数えてみての感想は、まあ思ってた通りかなって感じはしますね。まあちょっと最初にどれぐらいだと思いますで予想はちょっと言ってなかったんですけど、まあ100前後ぐらいかなと思ってたんで、まあ大体思ってた通りの数になっております。うん、まあ今年はでも結構ライダーガシャドに関してはガシャポン版は結構控えめに回してますんで、去年のゴーストとかの動画見てる方はわかると思うんですけど、ゴーストは15回とか14回とか13回とか、まあ値段は違いますけど、まあそれぐらい回したこともありますし、まあでもラインナップが違いますからね。ライダーガシャットはまあノーマルバージョンだけなら全2種類で、まあメキバージョンとかを目指すとなると、まあ結構ガチで回さないといけないかもしれないんですけど、
まあ、ノーマルバージョンだけでいいやっていう方は全2種類なんで、まあ、そんなに気張って回すこともなかったんで、今回は。まあ、そういった面で、まあ、ちょっと、まあ、少なめって言い方もおかしいかもしれないですけど、まあ、多分ゴーストのアイコンに比べては少ないと思います。ゴーストアイコンは本当10何回とか回したりとか、ガシャポンの袋ワンボックス分の30個買ったりとか、そういうこともしてましたんで、まあ多分ゴーストアイコンに比べたら少ないと思います。ただまあゴーストアイコン実際問題で全部調べたことがないんで何とも言えないですけど、まあライダーガシャットに比べてゴーストの方が多いと思います。はい、というような感じになりました。とりあえず、仮面ライダービルドのフルボトルはおそらくライダーガシャットを超えると思います。 もうあらかじめ宣言しておきます。もうおそらくフルボトルはライダーガシャットを超えると思いますんで、また来年も便乗してやらせていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。では、今回もご視聴ありがとうございました。